ダーズと、そしてこのエスコンフィールドをとても愛しています。ありがとうございます。僕ら北海道在住で、メジャーデビューしてからもずっと北海道にいながら音楽を、ずっと日本中に発信しています。もうエスコンも何回も僕ら来てて、僕らが北海道にいるっていうことと、そして僕らがとても、ファイターズ、エスコン、そして野球が大好きだということを、伝わったら嬉しいです。最後の曲です。ありがとうございました。
リレーを歓迎の皆さんでした。 Thank you very much。 いやー、魂のこもったファイターズ参加からスタート、そしてファイターズファンの皆さんにも同じくのナンバーが続きましたね。そんなガリレオ・ガリレイの皆さんなんですが、来る9月の25日水曜日にはニューアルバム、マンスター、そしてランプ